こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日の方、おめでとうございます。はい、なんかちょっともごもごなったな。はい、ちょっと久しぶりの動画になっちゃったんですけど、はい、元気です。はい。ちょっとね、もうめちゃくちゃね、今ちょっとスケジュール作っちゃって、はい。ちょっといろいろ、ちょっと余裕なかったですね、僕も。はい。ちょっとご心配おかけしちゃって、本当に。してくださった方、ありがとうございます。本当にね、ご迷惑をね、おかけした方も多々いらっしゃるかと思いますが、本当ありがとうございます。はい、ヘイってね、はい、今日元気に、今日もじゃなくて、お久しぶりに、無課金サバか、芝居までやっていこうと思います。はい。今日はですね、はい、ちょっとまあ、EC 魔法石ログインスタンプで、パズドラさんの、6100万ダウンロードでしたっけ？ちょっと僕も詳しいこと、覚えてないんですが、はい。ちょっと覚えとけよって話なんですけど、はい。なんとなんと、芝居の丸、今、オープンするんですけど、魔法水がね、105、105の喜びを感じております。900日を迎えたということで、あと、4月もちょくちょくやってたんで、はい、4月のシーズン報酬とかもいただけて、はい。今ね、もう、ユーザー情報からお待ちしましょうか。下もあっとらへんね、さっき。購入歴無料配布105個あります。はい、これでね、もうこのアカウントもね、メインアカウントね、ちょっとめちゃくちゃ編成でね、先チャレンジ、初回チャレンジ、しちゃったんですけど、はい。あ、そうそう、ランク、ランの、付き合いもいっぱいね、ほんま、たくさんのアドバイスいただいてありがとうございました。ほんま。無料配布105個あるんで、このアカウントも先日チャレンジ、まあちょっとこのまま、ちょっと王冠もね、固定杯ワンチャンいけそうなんで、ちょっとやろうかなと思ってるんですけど、はい。それでは早速ね、戦術チャレンジに向けて、戦力補強しに、転生したらスライムだったガチャ、いきます！はい。まずはね、ちょっと置いといたんですけど、はい。最近ね、そのスキルエフェクトショートっていうのをね、上げさせていただいておりまして、はい。まあ、鬼滅の刃に全力に乗っかって、この天使ラコラボ期間にね、言うのはあれなんですけど、はい。スキルエフェクト動画っていうのを出させていただいておりますので、ショート動画で、はい。まだご覧になってない方は、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは、天使ラコラボガチャ、ログインスタンプ、引いていきたいと思います。狙いはね、ちょっと、サイレア、狙って、いきたいと思いますんで、よろしくお願いします。しゃー、これ無料なんでね、まあまあもう、おごめんなさい、ちょっとめっちゃね、ベニーマルはどうしても欲しくて、どのアカウントでも唯一出てないのメインアカウントなんですけど、そのアカウントがちょっと今ね、訳あり状態になってるんですけど、あのね、マジでね、これはね、僕のその愛犬の、そのね、血統書の名前がベニマルということで、一応しタケシ言うんですけど、はい。ここ同じ名前ということでね、テンスラコラボ、ちょっとあんまり、正直言ってもう全然わかんないんですけど、めちゃくちゃ嬉しいですわ、これほんま。って言ってますけど、タケシはこんなこと言わないんですけどね、はい。あ、めっちゃログインスタンプで出たん、嬉しいわ、これ。保護しとこう。はい、それではね、ここからはね、強欲にね、ミリムナーバや、はい、リムルテンペスト、はい、そこら辺、狙っていきたいと思いますよ。いやー、ほんまね、ちょっとね、ランダンがね、ちょっとアーカイブね、ぜひぜひ、ちょっと僕のパズル画面はね、結構ね、全然大したことないんですけど、まあ一応圏内に入れたんですけどね。おー、この人、いいっすよね、確か。よかった、OKOKOK。プレイ、プレイ。リアクション薄いっていうのは、ほんまに、あんま知らないんですよ。はい。それで。はい。もうコメント欄に、ランダンの極意みたいな、極意書みたいな、アーカイブになっておりますんで、ぜひぜひ、これ出るね。めちゃくちゃメインアカウント出たんですよね、このアカウント、このアカウントで、このキャラ。ゴブタ。1体目ですね、このアカウントでは。はい。防御陣形を整えるっすよ、かな。噛んじゃってるやん。スキル名を読んだら、神々やったけん。とか言うてたらね、もう金になるんすよね。はいはい。
芝居にまで大してねでガチャ引けてなかったんで、これ結構ちょっとごめんなさいね、芝居の方、はい、何もほぼほぼ持ってないのかな。バカめ、そんな傑作が通用するか。はい、すいません。それがあと7回やったと最悪の1回ぐらい出るんちゃうかな。転生しよう、一緒。ミューラン。エアーショット。エアーショット。シャウト。それだ。6回目。6回目じゃあと6回。はい。このタイミングでちょっと喉乾いた。そんな、もう、ちゃんと喉を潤してから弾かへんかったから、転生的にだったのか。これ嬉しい、これ嬉しい、これ嬉しい、めっちゃ嬉しい。奇跡やんね。ミリムナーバやんね。ミリムナーバっすよね。ミリムナーバ、覚えてるんす。やったー。だってこれスキルマンシナーのインの加工シングル学生。できないっすよね。やったやったやった、嬉しい。今度は私が見せてやろう。今度は私が見せてやろう、はい。ドラゴンノバー、ね、そうですクエスト15の確かシールドめちゃくちゃ硬かったんで、これはちょっとめっちゃ戦術チャレンジ一歩近づいたんちゃう。この百式から戦術柱間柴犬丸にちょっと近づきましたね。わけわからんこと言うから噛むね。はい、あと5回ですね。はい、ちょうど折り返し。ちょっと今喉乾いてたんですよ、実は。はい、もう喋り倒してね。はい、ちょっとおさなもんか、これガビル、ボルテクスクラッシュ。やっぱ転生しただけやって、ちょっとおしゃれですね。技名がおしゃれと高いですね。はい、それでは4回目、喉を潤ったんで、はい、声出るよ、ほら。普通にランガ、長かったよな確か。よしよし、あと3回、あとこれ5や、これあと3回ね。はい、行きましょうか。はい、回す、もう一回。はい、ちょっとなんかリラックスした方が、あれあかんかったの、ちょっとお茶飲んだら出るジンクスあやかりたいんですけどね。よしよし、ミューランね、何だっけ技、エアショット、エアショット、はい、行きましょう。あと2回ラスト2、スライム、転生したスライム出しましょう。同じ服やん。いやー、あーあれ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 、何だっけ、この人知ってるんですよ、僕見たことあって、シュナ、ホリベル、ホリベル、ハスキーボイス、ちゃハスキーちゃう、ウィスパーボイスやった。それではね、ラスト1ですね、ラスト1章、転生したらスライムだった件コラボガチャ。一応ね、クエストもね、10まではクリアしたんですよね。12はちょっとね、動画にするか分かんないんですけど、11はいつものごとく、毎月のごとく、趣味パーで挑戦して、13、14、15とちょっと登っていく予定なんですけど、動画ではね。はい。それでは、まずは、今回、締めです。締めの最後に出てくる方は、誰でしょうか？スライムでしょうか？こちらの方でございます。はい！さっきこの子だけボイス聞いてへんかったから、もう一回聞かせに来てくれましたね。はい、あなたに呼びかけているですね。はい、一応軽減ループなんか、武器はゴブタのコンボ。何とも言えないですけどね。それでは結果見ていきましょう。はい。上からですね。上から、そうだったスーパーゴッド S が、ちょっと、ログ、あれかな？期間のやつが消えそうやったんかな？その、ヒカワリンワルリ、ヒカワルちゃんが出まして、はい。
これのおかげでね、僕あの裏、何やったっけ、裏協調の時に芝居の裏協調、裏協調じゃなくて協調の賞を取れたんで、ちょっと個人的に嬉しくて置いてるんですけど、やべに丸でしょ、プレイでしょ、ゴブタでしょ、アルビス、はい、ミューラン、でミリムナーバ、はい、ガビル、ちょっとあの一個ずつちょっともう名前覚えてないので、どのキャラも、はい、ごめんなさい、ランマルちゃう、芝居のランマルくんや、それは、はい、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ちょっとお久しぶりの動画になったんですけどね、あの課金サバか芝居の丸をね応援してくださってる方、大変動画更新届こうって申し訳ございません。最近ね、ほんまね、ちょっとね、毎回じゃない、ちょっと、ね、結構ね、最近間を空けることなく、その TikTok のイベントを出させていただいておりますので、主にね、ゲームとかのイベントが多いんですけど、はい、ぜひぜひそちらでね、あの、ポケモン、言っちゃったー、ドモンスターのね、あの、ランキングマッチとか、はい、そちらも配信しておりますんで、で、あのね、ちょっと皆さんがね、あの、深夜帯にやることが多々あるんで、できるだけね、お昼間とかにもしたいんですけど、はい。そちらもぜひご興味ございましたら、概要欄にあのリンク貼ってありますんで、フォローしていただけると嬉しいです。あと、ついでに X もフォローしていただけると嬉しいです。はいはい。それではね、もうほんまにベニマル出たんでよかった。ベニマルとミニムナーバー出たら、あれですよね、結構これ勝ち筋見えてくるんちゃう？はい。交換状、ごめんなさい、ちょっと。はいはいはい、ミリムリルムの、リムルも、はい、交換できますんで、はい、よかったです。それでは、はい、今回のお相手は私、ゆうでございました。今回はね、これで、お開きにしたいと思います。ただ、これからもね、バズダー実況もね、TikTok のイベントと、神々本番、両立しつつ頑張りたいと思いますんで、はい、じゃあもう応援してくださると、これからも応援してくださると嬉しいです。ちゃんと話まとめてから動画撮れ言うねんね。はい。それではね、ありがとうございました。